いやいや、やりますか。じゃあ、いい感じに。そうですね。このぐらいだよね。そうだよね。めちゃめちゃ長いね、今ね。そうなんですよ。なんか、見てないだけで伸ばしてるわけじゃないんで。一旦じゃあ、切っていいじゃん。切りましょう。オッケー。緊張します。これ何の企画だろう、マジで。これ、宮地の、何かこう、やるぞみたいなやつ。そうです。ちゃんと挨拶しとけよ、みんな。シャンプーされます。いやでももっと緊張俺するかと思ったけど、意外となんか入ったらなんか落ち着く場所。何なんだろう、店内といいかな。いやこれマジあれじゃん、俺失敗できないじゃんこれ。そうだよね。結構やっぱり今めっちゃ頑張ってるんで、切りたくないけど、オーダーより切るっていうのしんどい。意外と長い。そうなんですよ。まさか俺が宮ちゃんの髪切ると思ってなかったわ、本当。コロナのこうスタートの時とかも、うん、結構内田さんと連絡取ったりとか、うん、まあ、あったじゃないですか。そうそうそう、あったね。そうなんですよ。で、まあ、近い場所で結構先が見えない中で、うん、こう、うわーってこう右往左往してるような時に、やっぱこう近くで頑張ってる人みたいな、こうブレずにみたいな、まあ、年内で4店舗ぐらいあとこれからオープンするんですけど、あれもなんか大丈夫とか結構言われるんですけど、宮地方向いきなり変わりすぎじゃないみたいなとことか、まあね、展開をね一気にこう変えましたからね。そうなんですよ、うん、とか、あとはなんか内田さんどう思ったか分かんないですけど、うん、ちょうど僕ね、そのコロナの年の前の年に、うん、すごいこう個人的には武道館、ね、内田さんも一緒に出て、はいはいはい、他にも、まあ、トレンドビジョンとか、うんうん、ヘアショーとか、うん、ステージがめっちゃあって。確かにあったね。でそれをちょっとこう忙しい中こなしていく中 で、うん、でコロナの年ももう結構イベント決まってたけど、はいはい、全部なくなりましたよね。なんかね、うん、あれのもうなんか、うん、ぽっかり宮地のこうぽっかりゾーンの、なるほどね。なんかこう自信がなくなるっていうか、うん、意外とあれやってることによって、うん、なんかこう自分の居場所というか、うん、なんかあれって結構なんか、うん、シェアショーをやるときって DM とかがもうめちゃくちゃ来たりとか、うん、そうね、反応がねちょっと湧くじゃないですか、うん、自分もなんかテンション上がるよね、やっぱね。あれが、うん、なくなるというか、みやちゃん、あの時結構なんか結構食らってた感じあったよね、すごいね。そうっす、一番食らったところはね、うん、ドライしてからちょっとねドライしてからちょっと、いや結構もうこれやっぱ話の内容的に、うん、なんか油断すると俺もね、多分ね涙が出ちゃうんでねと乾かそうか。はい。去年じゃない、まあ今年か、もうパニック症候群みたいになっちゃって、で電話した時、そうです、はいはい、あんま覚えてないんですよ。あ、朝起きたらもう泣いちゃってて、でまあこう鼓動みたいな、で多分内田さんに朝何時だか本当にあんま覚えてなくて、はい、確かにでもなんか電話かかってきたね。電話しましたよね。かかってきた。であの時が、うん、そうなんです、あんまり人と相談もできてなかった時だったん で、うん、で内田さんに初めてちょっと話して、でちょっと安心して、でその日に仕事あったんですけど、うん、ちょっとうまくちょっといろいろみんなにお願いして、うん、休ませてもらって、はい、でその後もすごい元気だったかって言われたら、うん、そうじゃなかったんですけど、まあコロナも大きいんですけど、まあ、退社辞めた日とか、まあ、経済的なお金のこととかも、去年はやっぱり休業しちゃったから、うん、そうだね、とかいろいろ、しかも長いこと休業したもんね。そうそうそう、一番長かったよねこの辺でね。そう、しかもちょっと叩かれたりもして、休業することにネガティブなノイズも上がっちゃって、休業とかするからみたいな、まあ、なるほどね、
とか、あとは美容業界の、まあ、なんかポジション取りとかってあんま考えたことないけど、明らかに自分のポジションってなくなってしまうんじゃないかっていう不安感もあって、意外とで、やっぱりね、今日髪の毛切りに来たのは、今頑張ってますって報告と、はいはい、あの時ありがとうございましたけど泣きながら電話じゃないですか、はいはい、びっくりした、相当びっくりした。なんか本当に結構さ、危機迫る感じだったから、なんだろう、あの時ちょうどさ、クラブハウスとか流行っててさ、あ、そうっすね、クラブハウスとかでもさ、なんかちょっとこう、なんかテンションが、うん、おぼつかない時あったりとかしてさ、うん、あ、結構食らってんなみたいなのはやっぱ思ってて、そうなんて自分じゃ気づけてなくて、うん、いやでも本当になんか今ちょうどこう第2章というかさ、第3章なのかな、なんか確かになんかさ、本当吹っ切れて、うん、あ、俺は俺だみたいな感じのことをすごい強くさ、今は思い直して、なんかそこに向かってるって感じはすごいしてたから、そういう時ってなんかやっぱ人を引きつけるしさ、うん、俺もなんかやっぱその見ててなんか勇気もらえるよね。いやでも本当ミヤちゃんそういうところちゃんとこうさらけ出せるからさ、なんか何て言うんだろうな、やっぱこう物語の主人公感があるよね。そうですか、うん、俺はね、なんかね、主人公になるのがちょっとこう気恥ずかしいっていうかさ、なんかちょっとこうこういうこと本当は思ってるけど言いたくないなって思っちゃったことだった。いやでも本当ミヤちゃんのさ、なんかこう俺もよく言うけどさ、何者でもなかった俺が何者かになれたっていう話のネタも聞かなくなってるよって話たまにするじゃん。ありますね。そうそうそう。でもそこで多分悩んだ部分あるだろうし、もう何者かになってからその何者かであり続けなきゃいけないっていうさ、ありますね、そのやっぱりプレッシャー、まあ、俺ももちろんそういうの感じてるし、みんなある程度何者かになった後のこうさ、絶対悩みとして出てくるんだけど、結果出して当然でしょっていう。そう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 、なんか宮地さんは宮地さんだよねっていう感じが、どう？いいよね。めっちゃいいっすね、うん、よかったら通ってもらっていいっすか顧客になってもらってわかんない、なんか普段の宮地の感じプラス俺らしさっていう感じかもね、うん、いつもより多分ねベースちょっと重いね、多分。けど重いの好きなんですよね、結構、うん、ちょっとグランジ感、グランジ感、ね、うん、ここから宮地第3章期待します。はい、頑張ります。もう自信しかないんで。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、頑張れるぞと思うし、めっちゃ良かったな。あ、今日は店舗で何かある？今日はそうですね、CS の、 カラー特化サロンの、 メンバーが週1でレッスンやってるんで、それを結構熱いレッスンやってるんですよ。いや結構、はい、まあ見てみないと分かんないですけど、はい、まあ、いつもすごいゴリゴリにやってるんで、はい、楽しみですね。お疲れ様です。名古屋店オープンと迫ってるからよろしくお願いします。お願いいたします。松本も来月の後半にオープンでしょ。もう2人がメインでやるから気合い入れてやりましょう。もうだいぶ多分上手くなってきてると思うけど、まだここだから。赤いやつ、はい、どう、だいぶ下がってる？ずっと上がってます。僕はちょっとマインドを教えるっていう感じなんですけど、手元のこの赤いところはもう名コーチがくるくるおじさんがやるんでずっと7年間やってきたけど、はい、喧嘩にならない本当に、はい、住み込みでこう1ヶ月間やりに来てるんですけど、はい、転泊する人が出てきたんで、それはやっぱりさすがに中心しました、はい、転泊はしないでっていう、はい、初めて転泊をしないっていうルールを作りました。久しぶりに聞きましたね、転泊ってね、はい、彼女はね、松本から来てるんですよ。これはハイライトの切符を取ってます。なるほどね彼女が名古屋店でこれからオープンするお店で働く。よろしくお願いします。オープン前、はい、どう、意気込みは？もう絶対成功させたいです。そうだよね、はい、あんだけ練習したもんね。めちゃめちゃさせていただきました。しかもまだあれだよね、練習未だにまだガシガシやってるし、はい、名古屋に戻ってもどう、練習は続けていく？もちろんです。技術ってやっぱり自分もお客様も2人とも挑戦できるから、はいはい、すげえ大事だからね。
最初お話しいただいた時に宮地さん、車中さん、もともと憧れてた佐野さんなので、こんな貴重な機会もう二度とないだろうなと思って参加させていただきました。いや嬉しいですよね。こんなに頑張り屋さんだとは思わなかった。おとなしいイメージがあったけど朝弱いのはもう強くなった。ちょっと遅刻、ね、ごめんね、ダメ、全然大丈夫、寝坊しちゃうとこあったから、はい、頑張りすぎてね、頑張ってこう、頑張ります。可愛いじゃん、赤で。え、これ何？朝のやつのイメージってこの素材をここに持ってくるっていうパイオニア、パイオニア感がえ、すごい。これ濡れても全然濡れるんですよ。へぇ、朝っぽい感じなんで。彼女はね、本当オープン、車中オープンの時からだもんね。そうですね。オープンしてまだ黒字になってないのに、あのこう家に入りたいですって言ってきて、すぐには取れないから、はい、ちょっとまあオーナーさんちゃんと話つけてからがいいんじゃないみたいな。やめたら連絡してみたいな。多分そんなすぐやめれないと思うからって言われて、そうですよねって言った1週間ぐらいに、やめましたっていう連絡が早すぎじゃないみたいな。だってやめてたんですよ、取るしかないみたいなそう、あれを入れるのっていうのは男気なのかただのバカなのかあそこの采配はでもやっぱりね、まなちゃんがあそこで入社したから今の社長があると思うし、ね、そういうね、入社の伝説あるよね。あとトモも面白い人があるんですよ。中途でトモも受けてきて、で、サロンワークでまだ結果は出てないんですよ。で、もう彼はいい、合格だっていう、ちょうど2日後入社した次の日に社員旅行で、だからそのトモはまだ決まってなかったから、はい、その社員旅行行こうでって電車じゃなかったんですよ。たまたま社員旅行がそのサマーソニックっていうフェイスがあって、そっか、じゃあ俺明日行くぐらいの電車だった。あ、そうです。明日サマーソニックがあるんだけど行くって言って、僕が出るのが遅かったんですよね。そのアリーナの会場から出るのが遅くなっちゃって、ちょっとお待たせしたんですよ。そしたらもう見たことないくらい怒ってて入社した次の日にフェス連れて行ってもらって怒れるみたいな謎の携帯なんか落としたかなんか、ちょっとあれでなんかね、集合場にあって、はい、でなんかすごいぶち切れたらしくて、はい、でもその1時間後くらいにそのフェスのなんかみんなでご飯屋さん行って、で、トロこれからよろしくねってケーキを出したんですめちゃくちゃ感情がめっちゃ怒ってたのになみたいな。サイコパスだよ、いろんな意味で怖いね。怖かったな、こんなに終わったって思って。そう、昔の話で言うとトモも、はい、あるっていうか、トモがデビュー前に僕の麺屋さんともしてて、はい、一回めちゃくちゃ喧嘩したことがあって。あ、そうなんですか。そうなんですよ。まあもともと言っちゃえば、お二人俺が悪いんですけどって言うと、いや俺ですってこうこのなってからなんだけど、僕も5、600とかやってる時から結構やっぱお客さんが同時でフェスティバルみたいになってる時だったんで、その時にめっちゃ僕多分キレてたんでしょうね。で、まあお客さんの前でもちょっとこう気性が荒いモードが彼はすごい嫌だ、あんな風にならなくてよくないですかみたいな、もうもう叫んじゃねえぞみたいな、直接もう言ってしまって、めちゃくちゃ悪い言い方で、僕がもうトイレに思っちゃったんですよ。はい、もうなんかいろんな感情がありすぎて、あ、涙なんかしなきゃ出てて、はい、宮さんが優しく、ごめんねって言って、手を差し伸べてくれて、握手して。あ、そんな感じでね。そうだね、そんな言葉多くなかったから。そう育てた子がこうやってなんか成長して活躍するのって、本当たまらなく嬉しいことなんだなっていう。そう、なんか落ち着くのこれ何なんですか、このなんか。政治の葉っぱ、あれ浄化の効果があるんですって、政治の葉っぱって。へー。それを朝来たら、フロアとお手洗い全部炊いて、この匂いにして一日始めて、で明治神宮でね、参拝してきた、札に2人で、二礼に拍手、一礼をして、毎朝して帰るときはありがとうございましたって帰ってくる。頑張るよ。頑張ります。
さん差し当たったんで。来るよね。じゃあね。ありがとうございます。お気をつけて。頑張ってほしいよね。でまたなんかあの二人に続くような子たちを僕らがまた育てて、どん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 こう世の中をハッピーにまろやかにしていきたいですね。周りからは絶対無理だとも言われるし、卵かけご飯でもいいからそれさえ食べれれば死なないと思ってて、求められなくなるかな。最後の味作りましょう。この瞬間をとても楽しめ。24年グランプスタッフに最後まで諦めずに4、3、2、1。インスタライブで、ね、全然。もちろんなんですけど、これも。